訓練は豊田市と岡崎市にまたがる県道で交通事故が発生し、2つの市に分かれて重傷者が1人ずついるとの想定で始まりました。訓練に参加したそれぞれの市の救急隊は、情報を共有しながらヘリポートに搬送する流れを確認しました。続いて2機のドクターヘリが着陸し、重傷者を医療スタッフに引き継ぎ病院に運ぶまでの手順も確かめました。愛知県内では今年2月、2機目のドクターヘリの運用が始まっていて、同時に出動する際の連携が課題となっています。